私は就活してますね。近辺を整理してもうすることないぐらい、もう私はいつ亡くなってもいいようにしてます。息子に迷惑かけんように、もういつ死んでもその葬儀用の費用は一切かからないようにはしてるんですよ。一方こちらの男性は、急やったら葬儀もどないしたか分かれんのちゃうかなと。子供がおれへんから甥に金を渡すからと頼むで、金で釣る就活を実際にしたり、少なくとも意識している人が多いようですが、家族の形が変化している昨今、増えているのが、こちらは無縁仏のある遺骨を保管している区画になります、はい、鍵を開けました、はい、すいません失礼します。あ、わあ、ここに安置されているのは神戸市内で死亡した身元不明の人や、身元が分かっていても引き取る人が見つからなかった遺骨、その数およそ2700柱です。今どれぐらいの数が毎月入ってくるんですか？そうですね、毎月50柱ぐらいですね。年間で600ですね。神戸市だけで毎月50もあるわけですか？そうです。墓地埋葬法では、身元が分かっていても引き取り手がいない場合、死亡した場所の自治体が火葬し遺骨を保管することになっていて、神戸市では遺骨を5年間保管した後、市内の無縁墓地に納めています。これ今後もっと増えると予想されますよね？そうですね、一人暮らしの方、結婚されない方が、増えてますので、引き取り手のないまま亡くなられている方が増えていくんじゃないかと思っております。実際ここ15年でこうした無縁遺骨が 3.7 倍に急増。本人が一人暮らしの場合、戸籍などをたどって身寄りを探すのにかなりの手間がかかるほか、火葬や保管の費用も年間1000万円以上に膨らんでいるといいます。身寄りがいないと、はい、つまりお葬式とか火葬納骨する人がいないということですね？あ、そうです、はい、行政による火葬を行うこととしておりまして、はい、ご自身の意思にかかわらず、火葬そして、無縁遺骨の方に行ってしまうと、この墓地埋葬法による、やはり件数が増えておりますので、その分コストも増えておりますし、で何よりもですね、そういった方がおそらく今後増えていくと思いますので、そこで神戸市が新たに始めるのがエンディングプランサポート事業。主に頼れる身寄りがない人を対象に、希望する葬儀や納骨の生前手続きを市がサポートするというものです。この事業を全国に先駆けて導入したのが神奈川県横須賀市。市の職員が安否確認なども兼ねて定期的に自宅訪問を行っています。認知症の改善にこういうことしましょうっていろいろ書いてありますからね、はいはい、認知症ってこんなに読めないもん、いやだから認知症にならないためのならないために未病っていうのはね、食事はちゃんとしてるから、そう食事が規則正しい生活と食事が人の話聞かないでしょ、ね、喋りたいの、もう喋りたいの、もうだって何にも喋ってないの、毎日毎日そうだよね。9年前に事業を始めた横須賀市では146人の登録者のうち、これまでに72人が亡くなり、市が納骨まで見届けています。来月から事業を始める神戸市では、原則年収230万円以下で65歳以上の一人暮らしの人が対象で、葬儀や納骨にかかる基本費用36万円は市民が前払いします。亡くなった後にきちんと自分の望んだ通りの、葬儀納骨ができたかというところですね、神戸市が間に入って、そこを担保することで、安心感を持ってですね、この契約に、行っていただきたいと考えております。神戸市民は、
ご利用されようとかそういうあればするわね、うん、妹一人おりますけど、はい、それぞれの生活が大変だからいいと思うけど僕はもうしないですあそうなんですか、はい、なぜですか別にする必要ないからそういうあれがあるから してくれるからそういうのいいね頼りにしてたらいいと違いますね今なんか言ったらやっぱりそういうのがないか本当に一人だから